どうもまですすお願いしますああ今回はね大学サッカー東京大学東大サッカー部はどういうメンバーがいるのか果たして強いのかどういう歴史があるのか J リーガーはいるのかなどを見ていきたいなと思いますさあ東京大学といえばもう日本で一番有名なトップの大学と言っていいでしょうその東京大学サッカー部なんですが名前は東京大学運動会あしき集級部という名前でやっております。 公式サイトで見てみると10年以上の歴史と伝統があるクラブとこれはちょっとびっくりしましたね日本代表のサムライブルーは東京大学サッカー部のね水色が由来だと言われるほどの存在だったというさあ2024年所属リーグは関東大学サッカーリーグ1部2部3部ありますがその下の東京神奈川1部となっておりますそこをね戦っております 近年の成績でいうと2023年が東京都一部7位そして2022年が東京都2部2位そして2021年が東京都一部13位となっておりますちなみに現在の順位はこうなっております現在は10位となっております12チーム中10位なんでちょっと低い順位かなというところですねそして出身 J リーガーはいるのかというところなんですがおります僕の確認でできたところでは2人 お、えー、りました福田慎吾選手熊本のね熊本高校からファジアの岡山に入っておりますそこから10年間も J リーガーをやっているというそして添田隆選手東京のね横川武蔵のユース出身高校で言えば筑波大学附属高校ですがここからね東京大学に進み藤枝舞 FC に入団という形になっております3年ほど J3 におりましたさあそして 有名な方も監督をやっってらししゃいました近年で言えば J リーグでも活躍し現在ね解説などでも活躍しております林良平さんが去年までねこのね東京大学サッカー部の監督をしておりましたそして少し前になると日本代表にも入っておりました岩正さんがコーチで東京大学サッカー部を教えておりましたそして現在の監督なんですが桑原哲さんがやっておりますな、ね、なかなかのの、ね、経歴の持ち主で ここからねまた東京大学サッカー部も面白くなりそうですまだ26歳ということでねさあそれでは本題のどういうメンバーがどういう高校どういうチーム出身の選手がいるのか見ていきましょう果たしてね J アカデミー出身はいるのか2024年メンバー見ていきたいなと思いますさあメンバーはこうなっておりますもう当たり前ですが進学校ばかりだなという感じですねサッカーの強豪校はいるのかでいうと行政高校出身の選手がおります 寮生高校東京でもね、強豪校ですね。現在、日本代表のね、コーチで、前田良一さんも、行政高校出身となっております。そして、渋谷幕張高校、ここはね、あの、トゥーリオ選手の出身高校となっております。私立浦和、現在、埼玉県一部に所属している強豪高校となっております。そして、都立の星で、全国でもね、ベスト8に入ったことのある、都立三鷹の出身の選手もおります。 静岡のね清水東高校出身の選手もおります現在清水東高校は静岡県一部内田篤人さんや高原さんの出身高校となっておりますえ J アカデミー出身の選手は今年の登録選手ではおりませんね現在ただ先ほども言った強豪高校出身の選手おりますその時にねレギュラーかどうかはちょっと分かりませんが、えー、強豪高校おりますそして見てみると結構ね公立高校の出身の選手が多いですね さあ現在でいうと1年生ルーキーキの登録選手はおりませんさあ見ていただきました東京大学東大のサッカー部はどういう選手がいるのか僕も5年前6年前ぐらいに東京大学の赤門をくぐり試合を見に行ったことがあるんですが結構一応なんですがもっと軽い試合をしてるのかと思ったんですが結構バチバチのやり合いの試合をしてたという印象がありました。 さあ、えー、日本トップの東京大学のメンバー今年はこうなっております。ここからね順位を上げていくのかそこら辺もね追っていきたいなと思います。さあ今回は以上となります。またいろんなチームの紹介や試合結果などそこら辺を上げていきたいなと思いますのでその時はご視聴よろしくお願いします。そしてそしてチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは